おはよう。ケイトさんです。今日は目だけ出すよ。おお。これから先はちょっと NG ですね。ケイトおはようやってみんな。おはようございます。言ってる。え、わざとやねん。あ、ダメダメダメ。NG だ。頑張れ頑張れ。あ、ちょっと待って。あ、危ない。待って待って、ほんまに時間ないな。やばいねんって、やばいねんって。なんかでもお話しますよ。なんか、肩、両手埋まってるから何もできひん。あとメイクを進めないとやばい。メイクやってあげる。いや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 。なんで？え、目やろ？目でしょ？うんうん、いや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 、やめてやめて。なんで？なんか嫌。自分でやりたい。それ違う。じゃあいいか。だって時間ないねんもう。あやみのやり方があるの。どれ？はい、どれ？それ。どれよ。一番真ん中の下。真ん中。これ？うん。これをまず？まぶた。え？もう全体でいいよ。全体にこんな色せえへんて。するの。それだから変やねんっていつも。変じゃないじゃん。そんな上にしなくていいよ。上もするんだよ。あ、それか。濃い色めっちゃ上にされたんかと思った。そんなわけないやん。何年まぶた塗ってると思ってんねん。あやみの倍以上塗ってんねんからな、まぶた。まぶた濡らした目ぎんでるもんはへん。なんて。何も聞こえへん。いつもちょっと濃いよ、お姉さん。濃いよ。じゃない。濃いよじゃない。濃いよ。メイクが映らへんねん。濃いよ、前田。そっちじゃない。映りそうだけど大丈夫？全然映ってない。ほんま？だって網の目すら映ってないもん、もう。ピンク系が好きなの？うん。だってなんか最近合わないことで気づいてきた。何が？ブラウン。ブラウン？ブラウンは誰でもいけるんじゃないの？ブラウンってかオレンジ？え、濃いやつないの？濃い色、締め色どれ？これ。それ。これ？うん。それをいつもまぶたの何あの二重線よりしたいやって。じゃあな、際でいいと思う。うん、際と目尻あたり。何を見せられているんだってなったらごめんね。こしょばい。これ痛いねそれ。こしょばい。こしょばいっていうかなんか毛並み揃ってなくて痛い。なんかラメが飛んでるのか赤いのか。あのティッシュ買いたいです。持ってて。はい。ケイトちゃん。止まったかも。いや、止まってない止まってない止まってないし、垂れてこんくなった。でもすっごい赤い。赤いって書いちゃった。変な顔。鼻真っ赤っかなってる。あの抑えすぎて水。あ、ケイトちゃん近すぎた。ちょっとおはようって言ってるみんな。ティッシュ見えてるってほら。今は見えてないはず。今はな。関西弁かわいすぎるやって。はい。虫だった。取れた？取れてないよ。うん、やって鏡見てみ。もうちょっと濡らしてちゃんと拭きか。あ、これあるやん。これこれでいいやん。メイク落ちちゃうじゃん。見える。ああ、大変だ。待って、大変だよ。なんでこんな朝っぱから出るの？朝っぱから。朝っぱら。朝っぱ。ケイトが言いそうなこと言ってやって。何言いそう？塩付き、骨抜き。それ言わないよ。普段言ってるやん。普段言わないの？言ってるよ。
待って、ここしか映ってなかった、希望の木撮れたぞ。あそこから大変ね。もう出れる？うん、出れる。出演 OK。 ちょっと待って、ほんまに撮れてないよ、あんまり。あ、大丈夫、見えてない。なんかこの辺、置いていい隠してる？隠してて、ほら、隠してて、お願い、ね、そこになんかそれ入れられるの嫌なんだけど。うるさい、うるさい。なんで逃げてんから、もう打ったしな。なんか気持ち悪いね、もうだってやり方が。何言ってたっけ。まず日焼け止めを塗らないといけない。もう一回塗らないといけない。はい、チュチュでいいですね。はい、コスタかね、慣れてるね朝っぽ祭り。なんか、なにこれ、なにこれ、かわいいって、かわいいって、変やん、かわいいよ。ここにだけ溜まってて変やん。じゃあ溜まってたんじゃないよ、そこに塗ってんで。そこだけ違うよ。あ、でも粉が舞い散った、離れていくから。え、なんかこの赤い点々ついてる。それで取ったらあかんな。ちょっともうこっち来て、お願い。あいつそんなこさらといて。うるさ、取らへんでもこさら当てた。これ溜まってるよ、こ粉が。うん、ここちゃん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 ダメ、取れるじゃん。喋ってお願い、喋って。白いんじゃないの、これ網の肌が白くなってん。あ、そう、でも白くなってた、ちょっとだけね。なんか白い、今日もさ、うん、白いよって言って一、うん、回取らしてんけど、うん、白くなってる。元がやろ。え、待って、コンシーラーした方がいいと思います。してください、はい、元も白くなってた。あと時間がないです。そうです、今日はちょっと早く出ないといけないです、用事があります。漂白剤使ってないよちゃんとあれするようになったから、日焼け止めを塗るようになったから。はい、やみがる、お願い、やらして。いやもういやや。じゃあほんまに国選取って。いやや、分かってる、来いって。分かってるって、やっぱこれ全部どけて、反抗期、全部どけて、時間ないねんだる、時間ないねんって。怒ってらんす。うん、だって時間ないねんもん。怒らんとって、時間ないねんもん。そうやからって怒らんでいい、焦ってんねんもん。で、アイシャドウ。ママのブラシまたパクってる。違う、猫が持ってきた絶対嘘ほんま、猫がこの部屋にママのブラシ持ってこうへんねん。だってブラシで遊ぶやん、あの子たち。ああ。じゃあ早しても、そんなママしとくからしゃべ、乗ってるし、ちゃんと落ちる、怖持ってきたよ、かわいいありがとう、持ってきたよ、ブラシ。くしゃみ出そう咳が出たあ落ちた、落ちた。そんなことやってる暇ない。そんなことやってる暇ないね、マジで。頑張れ。15分経った、やばい、立てないな。だってちょっと遅かったもんな、始めるの。そうやな、あれで出てたからな。クシュン、はい、ちょびん、おはよう。また出てきちゃう、ほんまに大変だね。おはちょびん、おはよう。
テネシーさんという初見の人が言ってます。こんにちは。おはよう。おはよう。有能な猫ちゃん、毎日こんなんですか？いやいやいや全然。今日あれ出たから遅かったよな。え、はい、次。違う違う違うんか。何、うん、まだ全然あのあれ、髪の毛、髪の毛、髪の毛、待って、髪の毛もやらなあかん、もうやばいって。ああ時間ないって言ってんの。遅刻はではないね。遅刻。え、なんで怖。あいちゃん、ティッシュからついたんちゃん。ついてたってこと今。うん、遅刻。うるさい。遅刻ちゃん。ママ昨日遅刻したやん。何やってんの。うるさい。笑い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 方。では昨日寝坊して遅刻して、でもで雨のせいにしたんだ。雨が起こしてくれなかった。なんでやねん。え、な、下暗すぎやって。色ほんまにメイク学び直して。だからもういいやん。青かったらなくなくもうなかん。出てきて出てきて早く。そっちいる、こっち、 こっちもいるって。なんでいるの。いるって。いやいや、これ以上変にせんといて。変にせえへんって。変ならへんやな。一番こっちやってほしい。こっちもやんねん。そっちもやんねんけど、だってもうその幅に合わせてやってんねん。もうえ、気持ちはもうちょっとした。いや、あんたがごねたから乾いた。乾いた方がいいやん。あかんねんって言っちゃう。春前また泣くかな。な、可愛いやろ。うん、可愛かったやろ。でも平行がいい。平行にはどうなってもならない。はい、おらん配信やばい。ちょっと待って、ちょっと待ってください。何、あ、アイシャドウが取れる。そう思うやろ。大丈夫やねん。取れたことあんねん。大丈夫。はい、開けて。うん、なんか入った。かわいそう。51分。もうやば。え、やば。なんで、なんで。やば。待って、あ、それルームスの返信してたけど、あの数人飛ばしてたで。だから、あ、じゃあ、あれ、あの上からやって下からやって。だから、だから数人飛ばせたか。またするよっていう時や。またするよ。あの、の送ったん、送ってくれたん、ありがとう。なんか何やったっけ。前髪違う。頑張れ。なそんな早くない。15分だったって。立ってるねん、もう。うん、え、もうちょっとさ、それやってること見せてほしい、みんなに。どんなことしてるの。ちょっと低い。あ、そや、あれや、下げてたんやった、映らへんように。そうなんです。携帯が邪魔なの。一応動かないで。そうか、見えてなさそう。見えてないのか。うん、携帯がさ。頑張れ頑張れ。ね、ね、頑張れ頑張れ。頑張れ頑張れ。あ、よいしょ。疲れた。もう疲れた。なんで？あ、そっか。もうさ、後でやるから。もうさ、じゃ邪魔やねん。もう。じゃあもうこの辺置いとけばいいや。ママ後で直すから。あゆみの直し方があるの。どっちが大事なんそれ今。頑張れ。目に入った。なんか急いで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 。今日は私の方が早起きだったんですね。うん、反抗期マジめんどすぎんねんけど。
こんなんでめんどくさいとか言ってたら、いざほんまに反抗期になった時生きてけへんで。いやほんまに反抗期やん今。早いよ。もう無理。ねえ何？何すんの次？何すんの？じゃあ、もうアイラインも。前髪前髪。あれもやってない。前髪前髪。マスカラもやって。近いってカメラに。だって鏡遠いねもう。あゆみちゃんのほんまの反抗期を知りたい。知りたくないよもうやめてくれよ。これ以上無理だよ。あのこと困らしてあげる。うわ。そんなん言ってられるのも今のうちやからな。でも反抗期来るかわからんで、あゆみ。もう来てるって。来てたら話さへんわ。それだけじゃ反抗期じゃないね。ママのノリに乗ってあげてるね。変やな。変やろ。変やね、こっちがな、うん、だからこっち変やろって。え、でもそれあれで元の線に合わせただけやで。元の線が変やっても。じゃあどうしたい、狭くしたいん、うん、え、二人を狭くしたいん、うん、だってハムメなんねん。贅沢な子だね。違うねん。お前な、ハムメなってる。ハムメなんねん。取ろう、取って。そうしよう。いい目してるわ。やってやったね。見て、三泊眼らしい。ママ四泊眼やで。知ってる。え、なに、あ、今やんの、や配信まだ続けんの、うん、え、ここもさ、こっちもさ、ちょっとくっつけないでほしい。あー、出た。くっつけてる。それはママがくっつけた。ママはくっつけてなかったのに。じゃ、ママ、もうこれでいいやん、こっちは。うん、こっちはいいねん、あやみ。こっちを直したいの。狭くすんの、二重を、うん、だってハム目なんねん、もう広すぎて。ハムボ違う。ハムボってなんなん。ハムボはハムスターみたいなやつ。 なんて言うん。ハムスターみたいなボイス、うん、ハムスターじゃないけど可愛いボイス。あやみの、あやみの名前贅沢な子だねって言って減らされてさやかにされてる。ええやん。願ったりかなったりやん。でそっちなんやな。ミーじゃなくて、うん、キヌガサもあるわけやん。いや、キヌガサもどっか行っちゃったんや。あ、もう贅沢。キヌガサも、キヌガサも。え、これ自分でやったら、うん、こっち分からへん。広、狭くする方法なんて知らない。こうしたらいいんだよ。狭くする子なんておんの。贅沢な子だね。名前減ってさやかなのおもろい。え、それは嬉しいやん。な、棒は？棒？うん。とっとこう。でもくっつけたかんで。後ろよ、雨太郎。二重狭くしてんの？最近？え、最近は何もしてない。今日が？うん、今日がめっちゃ幅広くなってる。これでいいじゃん。こっち見て。もったい、まあいけ、もったいじゃないと。そう、欲張るなって言ってるじゃん、いつも。ハムボじゃないわ、ハムメになる。ハム太郎のアニメの声真似やで。ハムボやってらしい。だからハムスター。ハム太郎どんな名前だっけ。ハム太郎、ハム太郎。ハム太郎だるだるだる。アゲアストリー、アゲアストリーナや。ねえ、そりゃ妖怪アゲアストリーナがやってきた。変なの。やだ、なんだっけ。そっちピッてやって、ピッてやって。え、何時に家出るか分かってる、うん、7時。今57分。あら、ほんまにやばいやん。行こう。待って、行く、え。早く行くで。待って、ラジオ見や、うん、今日は失礼しました。こんな日もあるということで迎えに来てくれるよ。何が、知ってるよ。7時に。でもさ、あの駅やったらさ、そんな早くなくてもいけそう。まあそれは要相談。うん、あやみう、あやみう、あやみう。できへん、今日声枯れてるから。やってみて、ハムボってやつ。最近やってないからできるかな。おもろい、ロドリゲスさんが代わりに男女呼んでくれねんて。ありがとうございます。え、待って、できへんくなってる。はやみちゃん、違う。あら、めっ、電話かと思った。
あやみちゃん。やわかままハムボンの正解わかんない。全部想像でやってる。13位って言ってる。何を呼んでくれてんだよ。ありがとうございます。13位？ 13位が？ちょ。コロ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 。13位。ヨッシーさんですね。ありがとうございます。はい、12位は高野さんです。ありがとうございます。はい、こんな状況で誕生日を読むんですが、皆さんお許しください。許してください。うちの子が失礼いたします。もう大変大変。そして11位は、マッサンさんですね。ありがとうございます。で10位がおでん屋さんですね。ありがとうございます。9位桃の絵文字の方、ありがとうございます。私これあと着替えない、前髪もやってない、もうやばいやばい、あら汚い汚いじゃない、整ってない。そして8位イコメルさん、ありがとうございます。ちょ映る。7位メイさん、あ、ジョーさん、ありがとうございます。6位メイさん、ありがとうございます。5位高政さん、ありがとうございます。4位リョウさん、ありがとうございます。3位リョウさん、ありがとうございます。2位オヤジさん、ありがとうございます。そして1位はムーチョさんでした。ありがとうございます。よし、とりあえず OK、 とりあえずいつ終わってもいい、これで。今正味まだいける。夜ねえ、夕方何時からやったっけ。なんて夕方何時から。夕方は3時半以降のどこか。はいです。3時半以降のどこかです。やるならてかやります。どこでやんの？おい。はい、今日もいい匂い。ねえ、ママ今日このカバンでいいかな？あれ？さっきあゆみが棒取り出したやつ。え、そんないらんくない？だってあれ入れなあかんのやろ？よし、一旦ちょっともうこれで終わろう。前髪はもう後でやる。てか前髪は正味持ってける、ケープさえ持ってけば後からでもいけるから。男女は読めた。え、これ被るのにさ、前髪いるの？うん、一応かわいい。かわいい。一応でも作っとかないと、その、ま、これに抑えられて前髪がピッてなってなるから、一応巻くはする。パラッパラッパーみたいな。ラッパー？パラッパラッパー。何それ？キッケンターンの人。髪の毛ストレートでいいやんな、後ろは。いいと思います。らしいです。じゃあとりあえず終わりますね。とりあえずではまたお昼もよろしくお願い、3時半からもよろしくお願いします。ありがとうございました。バイバイ。今日もたくさんありがとうございました。プレステのゲーム、プレステのゲーム知ってる人おった？おった。キッケンダウン、またね。キッケンダウン。